べたいと思います。よーし、パッ、はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで本日ちょっとアングルを近くにしてみました。そんなこんなのパテモス協会、ただいま朝8時ソースカツ丼と、これは、ポーチドエッグじゃないんですけども、あの目玉焼きをくるくると白身に包んでいきました。こう目玉焼きこう焼いてる、焼いてポコンってなってるところ、こうひっくり、ちょっと半分ひっくり返して、こうちょっとくるんでいって、中にトロトロの黄身のやつが多分入ってます。そしてロースカツにキャベツ、からし、ウスターソース、下は麺つゆと前はちょっと、でこれは昨晩あの湯豆腐という、じゃあ水餃子したんです。で水餃子にだしに、シャンタンと、駅中華で味、まあ、この間ラーメン作ったんですけど、麺はね、業務スーパーの晩秋ラーメンやったかな、晩秋中華そばやったかな、それです。1キロで安いやつです。で、だしの時点でホタテとかしいたけとか豆腐、そして水餃子、いろいろなものが入っております。はい、ミクスチャーです。はい、それに、天かす、わかめ、ネギ、胡椒です。だけでいただきます。まあ、これこっちやけどな、こうやけどな、どうですかね、このこれぐらいのアングルの方が意外に良かったりとか、ハピコンぐらいのアングルがね、こういう感じぐらいでね食えたらほんまはな、ええかもしれんな。一回ちょっとそういうなんかね、これぐらいでね、もうなんかもうここで食うてるぜみたいな、もっぱん的なのにね、さすがにちょっとそれは今無理なんで、これで食べたいと思います。いただきます。あー、だし出とるわ、このホタテのだし、ええな。あー、優しい。何も見えねえ。うん、うん、何も見えねえけどうめえ。ほんまこのラーメンうまいな。中太麺って感じかな、これぐらいの。茹で時間はね6分。うん、ソースカツ丼いただきましょう。ご飯は炊きたてなんですけどね、贅沢ですけども、炊きたてご飯でやらせていただきます。うん、サンボ、うん、寒いのに出てきた。うん、そうか。うん、寝ときでも寒いで。サンボも高齢なんで痩せてきとるからね、寒いやろきっとな。ピナコは、あれピナコ出てきてるか、ダンボール入ってんね、向こうの方で。もうちょっと冬仕様にしてやろうかな。このね、家の中は言うても10度ぐらい以下はあんま下がんないんですよ。だもんでね、猫にとってはまあ外におるよりは快適だとは思うんですけど。うん、うまっ、炊きたて飯やっぱうまいな。
忙しいんですよ、でも猫の小屋作ってる場合じゃないぐらい。大体朝こんだけがっつり食ってる時はもう昼飯食わずに夜まで突っ走るぜみたいな時が多いんでね。今日も朝10時から夜7時まではもうぶっ通しで、まあ、若干休憩は取れると思うけどな。うん、まあもう今月稼いとかないと、支払いがやばい。とりあえず今月の支払いは乗り切ったっぽいから来月や。うん。来月は保険料、うん、保険料と車検。皆さんもね、それで40万超え、45万ぐらい、私の中ではわけのわからん買い物もしちゃうんで、年末はなあ、半分魔の3ヶ月ですよ。11、12、1はあ、これ割りましょうか。プッチュ、ほら見てよくない、これピンと合ってんのかな、このちょ、じゃあこの半熟感。これなんとか、まあ、最近ちょっと涼しくなってきたんでね、丈夫な半熟卵のね、こういう目玉焼きっぽいものをね、ペーターの弁当に入れてやろうと思って開発したこの生地、白身くるみ、美味しいです。いい感じの半熟。本日も朝10時から。どうして何時も、まあ、とりあえずある程度昼過ぎぐらいまでもぶっ通し決定なんでね、まあ気がしてあさっても忙しそう、ありがたい話やけど。いただきますよ、いい年迎えるためにね、っていうかもう出費が決まってっから働かなきゃね、頑張ってね、おかげさまで引っ越ししてからは、引っ越しして職場も変わってからはもうすぐね引っ越しても来年の1月、来月か、私の誕生日1月23日で、この
この家に住んで、この家に住んで1年ですよ。早いわ。いろいろとあり申しましたけど、なんやかんやと。それなりに生活できております。うん。うん、ありがたい話や。生活できとるいうだけでね、本当もいろいろと激動の一年でしたね。うん、慌ただしくよく動きました。はっきり言ってまだこの家も完成してませんけどね、私の中では。 DIY しないといけないとこもいっぱいあるし、1階に私の作業部屋、本当はそこでゲームしたりとか動画編集したりとかゆっくりできる場所、漫画とか読んだりする場所にしたいんですけど、そこを触ってる時間がまだない。あと玄関ね、来年はね、もうちょっとこの家に手をかけて、自分の城としてね、仕上げていきたいと思う。てかうめ、ここの場所、とんかつの端っこの方の油のとこ、うまいな。豚肉の豚ロースの脂身うまいな。さあ残すところ今年もあと10日です。もう3分の1へ。明日、明後日はクリスマスイブ、明後日はクリスマス、リュードッターも来週終わったら正月です。
来週末で終わりですよ、今年も。まあ皆様もね、年末年始おのおのの年末年始次にやっちゃってください。はい、どうやってバチモツ協会、この後ちょっとモンハンナウちょっとやって飯食ったんで、神王が9時過ぎなん出してくれへんねん。あいつらもう1匹ぐらい神王倒しとかな。神王がの腰装備作ってるんだよ。3時間に1回っていうか無理やから、仕事中朝と呼ぶ2回だけ神王が求めてる旅をしております。この後もバテモスを仕事の前に旅立っていきたいなと思ってます。というわけでごちそうさまでした。皆様今日一日頑張って良い週末をお迎えくださいませ。ほにゃにょ。